じめにみんなで選挙みなせんの武井由紀子弁護士さんです。お願いします。皆さんの方から回ったんです。皆さん雨の中お疲れ様です。みんなで選挙みなせんの弁護士の武井です。よろしくお願いします。私はですね、国会前の見守りとかをやっていたので、ずっとスタッフだったので、まさか自分がこんなところで喋ることになるというふうには、思って、いませんでした。ということで、ちょっとドキドキしています。そもそもですね、私は会社員を経て弁護士になったんですけど、のっぽりで政治とかそういうことに全然興味がなかったんですね。で、子供を産んでですね、福島の事故になっちゃった。で、その時に私今までなんてどうしてこんなに無関心でよかったんだろうなと思ってですね、子供の顔を見て涙が止まらなかったことを今思い出します。で、そんな風に残りだったんですけど、この5年間でですね、憲法カフェを本当月今6回7回ぐらいやらせてもらうようになったりとか、あと国会前で、ね、見守りをやったり、あとご存知の方いらっしゃるかもしれませんけれども、オーバーシーズっていうですね、アップ法制に反対する海外関係者の会っていうのをやったり、なんかこう今まで自分じゃ声を上げられないなと思ってたのが、もうどん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 前へ出て、来てしまいました。ということで、今日はちょっとストッパーを同じように外した仲間のですね、ママの会の石井あさみさんがこうして皆さん、9月19日すごい悔しかったですよね。でも時なんか私たち課題が見えたっていうか、やっぱりやらなきゃいけないことって選挙だなって、数の力ひっくり返さないとどうしようもないなって本当に思ったんです。で、去年の夏の国会前ではですね、新しく立ち上がった学生さんとかママの会とか、そういった方に、割とクローズアップされがちだったんですけれども、私たちが今この平和な日本を持ってられるのは、本当に過去大勢の方々がずっと声を上げていたおかげなんだなっていうふうにも思ったんですね。で、そういった方々と一緒に何ができるかなって考えた時に、本当にいろんな人でつながって、とにかくこの野党共闘を推進して、そういう人たちを選挙に頑張って勝ってもらおうと。で、そういうことって今までなんか特定の政党の支持者じゃないとしなかったことだと思うんですけども、もう私たちそれはもう生存かけてやっていくしかないというふうに考えたんです。で、9月19日でですね、講座取った後で、とにかく声を上げ続けなきゃダメだよねということで、地元のママの会の人や学生の人や弁護士や、そして大勢の市民の方とずっとこう何かしていこうっていうふうに考えた中で、そういう中でですね、みんなで選挙、とりあえず最初神奈川でみなかなということで、始まりました。それで、その中ではですね、本当にこういう野党共闘をどうやって推進していくか、そして候補者をどうやって当選してもらうかということをですね、日々いろいろと考えて、みんなでいろんな案を出したりとか、情報交換をしています。それで今そういう動きがですね、全国でいっぱい起こっていて、今もうすでに全国でそういった野党共闘を支援する勝手連って、みなかなの、みなせんの方に入っていただいているところだけで40ぐらい、そうじゃないところを入れるとですね、いろんな名前のいろんなところがあるわけなんですけど、そういうところを入れると全部で50ぐらいあります。なので皆さんもぜひ、こういうこうしたい、ああしたい、戦争を廃止したい、緊急事態条項とか本当に怖い、そういった思いをですね、声を大きくできるチャンス、この夏に参院選は必ず来ますんで、ぜひそこに向けて声を上げられるように、政治的課題を選挙に変えていけるようにということで、ぜひ大勢の人とつながって、私たちともつながっていっていただければなというふうに思っています。ということで皆さん、本当にまた暑い夏がやってきますんで、それまで一緒に頑張りましょう。どうぞよろしくお願いいたします。武井由紀子さん、ありがとうございました。